ちめっちゃ広い。はい、もうコランダオールジェネレーション。どうもコランダ TV のポジモです。デイです。ソリューションブローモーリスです。ジェネラルです。カズレイです。ということで、今回は、はい、コランダー問題クイズゲームをしようと思います。コランダー問題クイズゲームですか？いろいろと問題が。なんてゲームだ。コランダー TV 始まって2年が経過しようとしてますが。なんだって冗談じゃないよ。そして、2018年終わっちゃいましたね。終わっちゃいましたね。ということは、それのためにやって。ああ、もうどうでもいい。とりあえず。はい、やりましょう。もう、パッパッパッパ。最初から、2018年までの企画を問題にしています。はい。問題はもう、ポチョさん作ってあります。おお。僕から、あなたですね。俺がやったら、余裕で勝つんだよ。なるほど。ということで、皆さんにもコランダ力をアップさせてもらおうと思って、僕が問題を作ってきました。さすがですね。それを、答えればいいんだ。なるほど。やった。いいですか。まあ、今日は全体的に YouTuber 力アップから始まり、最終的にはコランダ力アップ。コランダ力アップ。そういうこと。やっぱり YouTuber よりもコランダの方が優先度は上。それすなわちそういうことですね。いいですか。はい。ではレッツコランダ。画面外のポジモンです。ということで、これから問題を出していきたいと思います。はい。はい。はい。1問目。デレデン。2017年終了時のチャンネル登録者数は何人でしょう。これはもう一番近い人が勝ちや。17年ですよね。うん、もう、一瞬で、なんていうの、勘が。では、皆さん答えをどうぞ。63、89、45、42、38。お、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 始まって5ヶ月の数ですよ、これが。答えいきますよ。答えは、19人です。角刈り1ポイント。なんで、こんな強いの、最近。こういうゲーム、こういう系のゲーム、圧倒的な強さを持ってる。ただ、めっちゃ俺たちを舐めてるな。では、2問目です。はい。コランダー動画で、一番出演が遅いメンバーは誰でしょう。遅い遅い遅い出演が遅い遅い。あ、全体動画なしでコランダーメンバーって誰が入ってるこいつじゃないですか。俺入ってるんですか。いや、あの正規の、そう、正規の6人ですか。あいつらも入ってるってこと。最低やん。そいつらってそいつら全員おるのなし。最初に自己紹介全員おるやん。それなしで一番遅く出演したメンバー。でも自己紹介の後にさ、あの中国のお菓子も全員おるやん。いや、いないよ。いないっすよ。あ、そう、いや、知らねえ。お、え、わからん。え、あれ誰や。いいっすか。はい、答えをどうぞ。長谷リード、オーリンゴ、ポーチモン、ストロベリーシックモール。え、すげえバラバラ。答えはポチモでした。俺です。3問目2択です。問題、青リンゴは自己紹介動画以外で最初のオールドジェネレーションを言ったことがある、言ったことがないか。アイムコランダーですよね。アイムコランダー最初の自己紹介は言いました。アイムコランダーがあるやろ。うん、そうそうそう、それそれ以外でっすよね。言ったか言ってないか。うわぁ、答えをどうぞ。ない、ない、ない。おっと、ストロベリーだけある。ストロベリーだけある。大穴。大穴。答えは言っていません。イエーイ。言っとってほしかったな。次ですね。はい。サムネイルに一番登場しているメンバーは誰でしょう。お、そう。これは結構自信があるというか。まあ、はい、答えをどうぞ。TKB ポチモンなんすよ。いや、多分ね、最近俺かもしれんけどね、最初の方がね。あ、マジか。じゃあドベから言っていっていいですか。はい。ドベ、カデルミルバーナ0。ビクター。ドベ2、きなこ1。次、マッスル田中3。相当めんどくさいことしてるね。カマセイヌ4回。そしてここからですね、青リンゴで30回。おお、一気に出た。で、ストロベリーシクボーイで31回。おー、めっちゃ気が付いてる。同じく31回で TKB。 マジで。そうやろ、そうやろ、ダメよ TKB。 残り3人、3位が戻りです。
ね、そうなんですよ。2位が長田なんですよ、1位ポチモ。ポチモのソロ動画が多いっていうのと、あと最近の動画が長田がおらんっていうね、この2つがね、あ、そうですね、53と49で、そうなんや、5問目です、はい、あと2問です。個人のスペシャリスト以外のスペシャリストの数を一番多く持っているメンバーは誰でしょう。選手権とかの争う系でそうゲットした人を、ね、なるほどね、せーの、はい、長田、長田、こっちも C って言えばね、長田の歌はね、あの太いの少しかったではいきます、6位、2人います。オリオン、ストロベリーシックボーイ、モドリです。めっちゃ意外。なんで？いや、意外に撮ってないんですよね。ストロベリーシックボーイに関しては最後の方の2つの動画で撮ってるもんで、ずっとゼロが続いてましたね。すごい追い上げてギリギリ、うん、で、次4位、はい、TKB 俺3回、俺1回さえ、うん、俺が1回で撮ってる。3位、青リンゴ、やっぱり、まあ、7回、青りんごさんね、青りんごさん、めちゃくちゃ撮ってる、青りんごさん、なんか磨くとかそういう系で撮ってるんですよ、うん、では、1位発表します。お1位は長田です。ですよね長田9回、ポチも8回です。惜しい、めっちゃ近いですね、なかなかいい試合ですね、これは。最後の問題いきます。はい、オランダ TV の出演回数が一番多いメンバーは、うわ、もうこれは最大の山場です、ね、3人以上ですよね、1から、そうですね、1位、2位、3位を書いてもらえば、そして1位で1ポイント、2位で2ポイント、3位が3ポイント、逆転可能です、最後に。いや、けど、あー、2位と、2位と3位がね、どうですね、うわ、これ問題に出してくれってことはさ、なんとも言えん順位、うん、かと思いきや、意外とあっさりしてるかもしれません、まっ決めてもうか。まあいいか、じゃあ、いい線で出しますか、せーの、ジョン。はい、なんか TKB 結構さ通っとるイメージだったけどさ、出演回数的にはこういう人ですね、いつも長田モドリですね、絶対違う。あ、でもつまり中尾とモドリは、まあ、絶対に俺には勝てんってことが決まったね。これで発表お願いします。はい、じゃあ11位から発表します。11位、マロちゃん、アゴ、ガミ、メガマウスザメ、カデルミニバーナいませんか。ゼロ回です、カデルミニバーナは県外です。8位、マンディブラリス二股くんきなこ永田ベジータです。マジか、そういうこと。あの回俺じゃないの、だってベジータって書いてあったの。7位、カマセイヌ、カマセイヌはね多いね。6回、6位、マッスル田中、9回、あ、同率があるんだ。あ、いや、そのわけで、それはあれマスルの同率でだって6位っていうことは、だって1人もう除外されてるやん、存在がなくなってるやん。そういうことでしょ、7位じゃないですか、存在自体消されてますよ。そんなにそんなにランキングに含めるからおかしくないですよでも除名されてますよちょっと今素晴らしいことに気づいたんですが、自分を含めてないとか、あ、青りんごがいない、まあ、今日休みでなかったことですはい、5位はストロベリーシクボーイ、おー、そう、47回。お前そんな少ないの？サボりすぎやろ。もうちょっとこうだかんわ。だって、今年に入ってから2回目やん。4位。俺。モドリゲス。うっそ。終わった。終わったんだ。おっと？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 これは。お前の逆転が？逆転でいけば始まるかもしれない。3位。はい。TKB。イエーイ。すげえよ、お前。すげえよ、お前。3ポイントで。もう長田に並んだ、今。1位ですか、うん、優勝者。最もコランダー TV に出演しているメンバーは、はい、永田です。永田です。え、ポチモさんじゃないの？ポチモさんやと思った。え、だって結構ポチモさん一人で出てる、うん、その動画が、そう、それがあるから出てない期間とか考えると、いや、一個ね、もう忘れてると思うけど、作画があるんですよ。まあ、それ入れんくても長田です。そんなに、うん、そんな出てるんですか。89回。え、全員ポチモさんは80回。9回差があるのか。結構ありますよ。俺が出てない時、長田が出てる。へぇ、不入心の。でもこれで同率1位ってことじゃないかな。それ、まあ、仲良くやりましょう
一番出とる人と一番出てない人のコランダー率が一緒っていかにコランダー力があるかね。そうやっぱりね、うん、どんだけ頑張っても結局は才能だね。そういうことですね。じゃあモドレゲさん、コランダー力をちょっと高めなければならないということですね。じゃあ中尾と交代ですか。いいよまた次のコランダー認定試験第2次模試でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、バイバイ。